体制完了、スタートしました。ほぼ揃いました。先行争いに入ります。まずは間から名将ボーラー出てまいりました。じわーっと出てまいります。内からはトラッドスキーム、そして外からはロードインザスカイ、ハートランドカフェと2番手が3頭広がります。その直後にシーキングザダイヤがつけますが、大気バカラが小をかわして一気に先段目がけて上がっていきました。その後ろからはアポインテッドデイ、ダイワバンディット、そしてその後ろ一馬身差のところにキングカメハメハストメを追走です。コスモサンビームがそのうち並んでいきました。あとは一馬身差ナイストップボーイ、そしてシゲルドントイケ、さらに外からはエイシンマルカム、ローランジェネルー固まっています。あとは一馬身差、内からいった大新チャンス、そしてその外にはムーンシャイン、あとは4馬身離れて後方2番手ビッグファルコン、最後方3馬身差フリーダムホークという体型で、各馬第3コーナーのカーブに入っています。結局大気馬から先頭で800を追加、3馬身のリードを取りました。そして2番手にはハートランドカフェ、そして内からは名将ボーラー、ロードインザスカイ、アポインテッドデイト、この辺りは固まっています。そしてその後ろにダイワバンディット、1馬身離れて内から行ったコレンガートラッドスキーム、さらにはシーキングザダイヤが並んでいって、キングカメハメハは1番外に持ち出した。4コーナーから直線コースに入りました。大気馬から先頭です。2馬身から3馬身まだリードがある。そして外からはハートランドカフェ、400を追加、名将ボーラーが上がってきた。さらには後方走続いてはダイワバンディット、アポインテッドデイ、さらに大外からはキングカメハメハ、間からコスモサンビームが伸びてきた。さあ坂を駆け上がってキングカメハメハ先頭だ、200を追加、内からはコスモサンビーム、これが2番手、そして追ってくるのはダイワバンディット、名将ボーラー、3番手争いが接戦か。外からキングカメハメハ、コスモサンビームは2番手、キングカメハメハゴールイン、これは圧勝です。これは強い競馬、13番のキングカメハメハ。